1927年頃の仙台市及び近郊地図。宮城電鉄や仙台市電が開業し、会場と市中心部との間の両客輸送を担った。中の瀬橋が両岸でつながる道が現在と異なることに注意。桜が丘公園も竜丘公園も現在と面積が大きく異なる。東北産業博覧会は、 1928年4月15日から6月3日まで宮城県仙台市で開催された地方博覧会。第一次世界大戦7月28日から1918年11月11日の間は日本は後継期であったが、その後は戦後強行となった。さらに1923年9月1日に発生した関東大震災により、 震災恐慌が発生し、1927年3月からは、昭和金融恐慌が発生した。このような不景気を克服するため、東北産業博覧会は企画、実施された。博覧会は、第二本帝国陸軍、第二師団霊下の騎兵第二連隊が宮城野に移転したその跡地に移転、新築したばかりの仙台第二中学校を第一会場、広瀬川を挟んで、 桜が丘公園を第二会場とし、龍丘公園を第三会場とした。第一及び第二の両会場は、広瀬川を挟んで向かい合う菓子団球面におのおのあり、両者の間には木造の中の瀬橋がかかっていたが、第二師団霊下の公平、第二連隊が博覧会のために一週間で列中橋に掛け替えた。博覧会の期間限定で中の瀬橋と並行して、 下流側に広瀬川上空を横切って、両海上をつなぐ四線構想、式20人乗りロープウェイも設置された。また、アトラクションとして、中の瀬橋の近くにウォーターシュートもあった。他方、第二海上に順調線建築で建設された、朝鮮館は、博覧会が終了した後も保存され、仙台空襲による戦災も逃れて、戦後も存在していた。博覧会総裁は、 渋沢栄一、副総裁は、かのまた竹三郎仙台市長、会長は仙台商業会議所会頭の伊沢平左衛門が、務めた。また、会期中には、官員の宮こと人新納や北白川の宮、吉久親王大瞳子が視察を行った。なお、博覧会開催の約1年半後の1930年1月11日に、実施された、金解禁により、 日本経済は世界と直結し、前年1929年10月24日から始まった世界恐慌に巻き込まれて昭和恐慌に陥った。仙台市は1889年4月1日の市政施行後初の市域拡大を1928年4月1日に行い、名取郡町長、宮城郡、原町及び七高村の南、小泉を 編入合併して人口が17万1008人となった。合併2週間後に開幕した東博覧会は約44万9000人の入場者数を集め、盛況だったと言える。その一方で3万円を超える赤字が発生してしまい、博来会会長の伊沢仙台商業会議所会頭が単独寄付によって穴埋めをする事態ともなった。 市政施行直前の1887年12月15日の日本鉄道本線の仙台開通が東京府と仙台区との移動時間の劇的な短縮のみならず仙台という都市の変化をもたらしたが1920年代には仙台県内の鉄道同士が旺盛であった。博覧会関係に限っても1925年6月5日には宮城電気鉄道が 1926年11月25日には仙台市電が開業し、博覧会開幕直前の1928年3月28日には、市電の循環線が全線開通して、会場と仙台駅や市中心部とをつなぐ役割を担った。同時に、市電を通すために、市街地には新たな幸福院の道路が張り巡らされ、都市構造の変革が起きた。これは、 1982年6月23日の東北新幹線開業による東京都と仙台市の移動時間の劇的な短縮及び1987年7月15日の仙台市営地下鉄開業による仙台一軒の都市構造の変化と対比でき、前後して開催された87未来の東北博覧会及び89グリーンフェア。 仙台と東北産業博覧会も対比できる。また、東北産業博覧会に合わせて、仙台七夕の飾り付けコンクールが行われたのを契機に、現在のような華麗な飾り付けが発達して、青葉祭りに代わって、仙台を代表する祭りの地位につき、全国に誇る七夕祭りに発展するなど、博覧会に付随して、後世の仙台の基盤となるものも生まれた。会期は、 花見シーズン後から梅雨前まで、あるいは梅雨明けから秋口までとなっている。ありがとうございます。